鳥居本殿カツ男神社は、高知県高知市布志田にある神社。式内社で、旧社格は合社。昭和47年に、同じく式内社のカツ神社を合詞している。現在の祭神は次の御柱。神体は、鏡とされる。近世以降の交渉資料では、カツ男神社の祭神を、カツラ卒彦とする説や、高見結び命とする説が見られる。現在では、 その両説を取った祭人としている。上記とは別に、土佐国風土器一文では、土佐の軍家のうちに、シャアリ。神の名は、天の川の命とせり。その南なる道を下れば、シャアリ。神の名は、清川姫の命、天の川の神の女なり。その天の川の神は、土佐の大神の子とせり。宮美寺門道書院、土佐国風土器一文として、土佐軍の軍家内には、 土佐大臣のおこの天の命を祭る者が、神毛神の道には天の命の娘神の木を、川姫命を祭る者があると見える。この天外の地、清吉川美名命は、多分県に、記載のない神々であるが、口述のように、土佐軍家が、カツ男神社の旧鎮座地付近に推測される、ことから、両神を、カツラ神、カツ神に否定する説がある。土佐軍家は、 古くから存在した天が命の社を取り込む形で成立したと見られており、この一帯が土佐軍成立以前の豪族の土佐国像の中心地であったと推測される。この土佐国像は山と桂木地方の見輪の,市の流れを組む鴨の市に連なる系譜と言われ、当社の社名桂木とも関連を有している。その場合、本来の祭神はカツのの高鴨に鎮座する、 土佐国造の祖、あじしこ彦根命であった可能性が非常に高い。しかし古くは、葛城ラ神が土佐大臣のお子神であったとしても、現在の土佐神社と葛城男神社との間に、採取関係は伝わっていない。葛城神社旧地葛城男神社、葛城神社とも創建は不詳。伝承では、元は両者とも、現社地の南東方において、 同じ境内に鎮座したが、葛城神社は東南方に移り、葛城男神社も国部側の増水を避け北西方の現在地に移ったという。なお、土佐国風土記一文では、土佐港鴨大社の東四里に土佐軍家があったというが、その地は旧鎮座地のあざ下府付近と推測される。延長五年成立の演技式神明庁では土佐国土佐軍において、 カツラギ男、神社、カツラギ神社と対をなしで記載され、カツラギ男、神社、カツラギ神社とも式内者に列している。読みはそれぞれ、カツラキ王の、カツラキ姫野と振られる。また、和名称に見える地名のうちでは、現鎮座地は、土佐軍土佐座との東部付近と推測される。その後の変遷は、不詳で、長祖壁地検庁に記載がないため荒廃したと見られている。 南路市によると、近世の葛城男神社には、社地18代、伝磁一旦22代があって西山寺が別当時を務め、葛城神社には、社地34代、伝寺10代があったという。近世には、葛城男神社は、高血大民神社と称していたが、明治元年に現社名に改称した。明治五年、近代社格制度において、カツ男神社は合社に、 カツラギ神社は孫社に列した。昭和47年にはカツラギ神社がカツラギ男神社に合祀され現在に至っている。原点出典カツラギ姫神社に関するカテゴリー。ありがとうございます。